国からの給付金が一度きりなのがちょっと苦しくて、なぜそうなっているのかなと山本代表に教えていただきたいです。給付金たった1回10万円ですよね、全体的に出されたお金はね、本当にひどいというか、この10万で一体何しろっていうんだっていう話、まあ、もちろんありがたい話ではありますよ、何もないよりかは。でも人によっては、やっぱりその10万円すぐにでも使いたいけど、やっぱりこの先どうなるか分かんないからって、もう貯めたんですっていう若い人たちにも何人も会ったことあるんですよ、それ聞いて、また胸が痛くなるんですね。逆に言ったら、国が定期的にこの時期は金出していくよと、春、夏、秋、冬あるだろって、季節ごとに10万円出すわ、この悪い物価高が収まるまではっていうことになったとしたら、みんな、目処がつくわけだから、当然、物価高になった分、補助的に使える部分もあるし、余剰部分に関しても必要なものを買うじゃないですか、そういうことで本当は消費を喚起していくっていうこともできるはずなんですよ、経済政策の一部なんですけど、でそれたった1回だったって、給付金がね。向こう側の立場としては何が言いたいかって言ったら、欲しがるなよっていう話なんですよ。こんなん一回やったらまたみんなくれくれ言いよるでっていう話なんですよ。何が悪いねんって話ですね。当たり前だろって話ですよ。だって30年この国壊されてきたんだから、失われた30年ですよ。この30年の間にどれぐらい失われてるかって言ったら、みんなの所得で見たときに、これ所得の中央値で見たら一番わかりやすいですよ。所得の中央値で見たら、この25年という不景気、高い所得から低い所得まで全部並べた真ん中が、25年で131万円も低下したってことですよ。これってかなり大きな話で、多くが貧乏にさせられてるんですね。本当だったら、これ逆なんですよ。増えてなきゃダメなんですよ。経済成長してれば。で、どの国も成長し続けてるのに、日本だけ停滞し続けて、で、間違った経済政策、景気が悪いときに消費税上げて消費を弱らせる、消費を弱らせたら所得も弱るみたいな、自分たちでセルフ経済制裁を行い続けてるんですね、国民に対する暴力ですよ、DV なんですよ、むちゃくちゃじゃないですか、こんなの。だからやらなきゃいけないこと、何かっつったら、そのコロナという状況だからやらなきゃいけないんじゃなくて、コロナの前から本当はやっとかなきゃだめだったことなんです。そこにコロナまでやってきて、物価高まで来てる今なんだったら、本当はもっと大胆にやらなきゃダメなんですよね。10万円を毎月っていうような状況は、さすがに今は難しいと思うんです。少なくとも消費税、これぐらい大きなもの、全体的に影響があるものを、これをなくす。これによって大きく消費は喚起されるってことですね。毎日が10%オフになる。例えばそういうことで経済を回していくっていうか、大きく、まずカンフル剤として売っていって、で、他にも社会保険料を減免したりとかしながら、ただでさえ負担、重いものが負担しなくていい、減るっていうことになったとしたら、それもまた使えるお金として皆さんの手元に残るわけですね。厳しい、厳しそう、分かりませんけれども、そういうようなところに対しても、季節ごとに給付を出していくというようなことで、まずエンジンをかけるってことは、いや、本当はやっていかなきゃだめなんですよ。でもやらないんですね。なんやねん、物価高っつったって。何がどれぐらい高鳴ってんのみたいな。ガソリン代が10円、20円、30円上がったぐらいで、ひいひい言わんやろ、普通。みたいなことを貴族が勝手に言ってるんですよ。あぐらかいて。そらお前ら分からんわな、っていう話ですね。経済的に、転んだことがないような連中が大勢いるから、もう食い詰めてもうダメかもしれないみたいな思いした人、ほとんどいないんですよね。皆無とは言わないけど、ほとんどいない。だから分からないんですよ、この苦しみがっていう。まあ、ここですね。だからもう本当に、クビにするしかないっすね。クビにするしかないんですよ。クビにするか、心新たにしていただくか。でももう心新たにするような連中じゃないっすね。30年国の経済が疲弊して、この国が本当に地盤沈下しちゃったとしても、今でさえもう、積極財政、しっかり金出して回していきながら世の中立て直そうなんてことは、多く言われないわけだから。心入れ替わることないですよ。ってことはもうクビにするしかない。それ以上でも以下でもないんですね。だから野党が強くなるしかないんですよね。でも野党の中にも緊縮が多いんですよね。消費税減税をあの選挙では言ったけれども、あれは間違いだったみたいなことをね、本当にびっくりするわみたいな、みたいな。
え、まともな野党？まともな野党って言ったら令和しかないですよ。令和がまともな野党なわけないだろうって言うんだったら、もちろんその、あ、そうですか、じゃあそれは受け入れますけれど、だとしたら他もひどいってことを認識されてますかってことだと思うんですよ。そうなんですよ。やっぱり人気を取るために何かしらいい政策を言ってるんじゃなくて、この国立て直すために30年間奪われてきて壊されてきたものをもう一回土台から作り直していくために必要な政策を言ってるだけなんですね。まずは野党を強くしていくっていう必要があって、今の野党と力合わせるっていうことは今の時点ではないんですよ。ないっていうのは何かって言ったら、立憲民主党とかが前の国会の時に本当にひどい立ち回りしてて、維新と一緒に組んだりとか、あと結構ひどい法律に対しても徹底的に抗わないっていうね、戦ってるふりだけするんですよ。現場の議員は頑張るんですけど、国会運営として本当にゴミみたいな国会運営するんです。さすが、さすがなんとかさん、よく分かってらっしゃるってことを与党から言ってもらいたいんでしょうね、おそらく。いや、野党は反対ばっかりで前に進まないとかじゃなくて、政治をよく分かってらっしゃるって、持ちつ持たれつですよねみたいな、そんなバカな話あるかよって。ここまで奪って壊し続けてきたものに対しては向こう側が常軌を逸してるってことに早く気づかなきゃダメなんですよ。常軌を逸した相手に対して礼節を欠くことは許されないって、それどういう話ですかっていう。ダメなんですよ、それじゃとことん行かなきゃダメなんですよ、っていうような野党の塊になったら、これは強くなるよ。だって考えてみてほしいんですよ。自民党が野党時代は本当にチンピラだったから、チンピラでしたよ本当に。いつまでごねるんだみたいな感じだったんですよ。国会前に進めない、委員会も開かないみたいな、開かせないみたいな。で、あいつらは全然物事を決められない奴らだってね、あの民主党にこうレッテルを貼って刷り込んでっていうようなことをずっとやってたんですよ。どうしてそこまで彼らがそんなひどい振る舞いというか徹底的にそれをやったかって言ったら、権力を取り戻すためですよ。権力を持ってないと世の中変えられないんですよ。権力って悪いものだって、それは権力持った奴らが悪いことやってるからそう思うだけで、みんなのためにちゃんと行使されるっていう権力をやっぱり取り戻す必要があるんですよね。そう思うんです。だからもう国会を職案みたいな状態にしちゃダメなんですね。なんとなく反対とか反対風を醸し出すための野党とかいらないんですよ。ガチで喧嘩するような集団を大きくしていくっていうのがひどい状況をブレイクスルーしていくっていうか、変えていく、風穴開けていくっていうことにつながっていくというふうに思ってます。令和をもっと広げる、支持率を上げるっていう、最近党の働きかけ、それから支持者、私たちの働きかけで何かうまくいった、こういうのがやっぱ刺さるとか、これからやると良さそうっていうのは何かありますか？このこうやれば広がるだろうっていうような正解がないですね。私たちが結構牛歩したりとかね、なんかこうダイブしたりとかっていうのは、あの評判が悪いんですよ、一部あの支持者から。だからそうやって世の中から変に見られるようなことやめた方がいいですよみたいなこと言われることあるんですけど、あの令和がどうして出てきたかっていう理由分かってんのかなこの人って思うんですよ、私は。支持者でもね、だって今の政治のままじゃもうダメだから、永田町の中で一番嫌われるような勢力をでかくしていくってことの方向性で始めてるわけです。なので牛歩であろうが何であろうが、あの真意が伝わらなかったとしてもやれること 100% やるっていうことなんですよね。そうは言いながらも一時何かしら分かりませんよ、どういう意図があるのか、支持率が上がったりすることもあるわけです。でもその支持率が上がる理由が分からないですよ、私たちも。理由が分からない。上がったけどどうみたいなことを聞かれたりすることあるけど、答えるに値しないっていうか、そんな不確かなものにすがるつもりもないし、上がったり下がったりってことで一喜一憂する趣旨のものじゃないと思うんですよね。だからそれを考えるとするならば、やっぱりブレずにやっていく。それが誤解されたとしても、それは私たちが説明すること、支持者の皆さんにも周りの方々に何かしら説明するってことを手伝っていただくっていうことで、一体何が狙いかってことはやっぱりみんなで説明していくっていうことで温度差を埋めていったりとか、理解されない部分を補っていくってことをやっていくしかないのかな。で、支持を広げるために何ができるかっていうことに関しては、もう何かしら基本的な部分は絶対になくならないっていうか、例えばですけども、ポスターの活動だったりとか、
ポスターを貼らせてくださいという個別訪問だったりとか、こうチラシを入れていったりとか、何かしら、みんなで集まっていろんなことを話し合ったりとかっていうようなことって、まあ、何かこう政治活動においてこう普遍的な部分なんだろうなというふうに思います。何か新しいもの、封筒に金入れて配るとか、そういうことを令和にしてみたらそんなことやったことないから新しい部類に入るんですけど、でもそれはできないから、なかなかこう魔法の杖みたいなものがないのが苦しいところではあるんですけど、でも確実に認知度は上がってると思いますよ。2019年に旗揚げして一人でスタートしたのに今や8議席になってますからね。で、 1% 割り込むような支持率だったものもちょっと変化が出てきてる。まあもちろんそれにこだわるものではないですけれども、日常的に皆さんがこう一人でも多く、広められるようにっていう活動をしてくださった結果だというふうに思ってます。すいません、ありがとうございます。